と飲み物の許可が出まして、お茶を久々に飲みました。今日もいい天気ですね。さっきご飯を配られようと私の前で止まりましたが、パスされました。薬がよく効いているみたいで痛みは全くありません。昨日の夜は3回も吐いてしまいました。でも薬の副作用なんで、まあ心配はないんですけど、吐いたら茶色い液がすごい出るんですけど、液ってそんなに早く再生するものなんですね。吐いてもすぐ溜まるんですね。それで、1時間に1回、2時間に1回おきに検温と、あと血圧測って、で、目を閉じるとすぐ寝れるんで、まあそこは確かめますね。で、寝て起きての繰り返しで、で、暗闇で携帯を触ってると気持ち悪くなるんで、すぐやめて、寝たら気持ち悪さはなくなりました。で、あまりにも気持ち悪いから、悪かったら薬の量を減らすって言うんですけど、薬の量を減らすして痛みが出るか、それとも吐き気を我慢するか、どっちかじゃないですか。私は痛みがあるの嫌なんで、こうやって座ってるとね、痛くない、気持ち悪くないんで、だから吐き気を取ります。病院の枕が高いのでタオルを敷いて寝ます。ヨーグルト、しかもグリコのヨーグルト、これ大好きなんだよね。ついぴー、このヨーグルト一番おいしい。ちなみにこれがですね、おしっこの管でございます。おしっこの管も取りました。普通におしっこです。あんま、うますぎる。なんかまだトイレの感覚がないんだけど、3時間に1回はトイレに行くっていうことになりまして、別に行きたくなくても3時間に1回トイレに行くことになりました。めっちゃ頭かゆい、頭がかゆすぎる。昨日から点滴が左側になったので、なんかこっちから出ないといけなくなって、なんだよし、起き上がろう。よいしょ。お昼の時だけはちょっとお腹が痛みますね。こっちから行こう。ちょっと遠回り。遠回り。でも、コンセントタイプじゃないんで、これで自由に行ければピーになることもない。よし、トイレで頑張ろうか。おトイレでさ、パッドをね、
生えたりとか、自分でやらないといけなくなりましたね。頑張ります、アプリで。よし。こうやって、なんかパッドのセットがすごいもらえたんだけど、大きいよ。こうやって尿の量を測っていく3日間。なんと2日ぶりの食事が届きました。おかゆ、ほぼ水なんですけど、おかゆ、じゃがいもとなんかです。で、これもなんか液体、なんかほぼ液体ですね。で、これなんでしょう、これも多分ヨーグルト、わかんない、もうなんかドロドロメニューですね。じゃあいただきます。おかゆだ。もっとステーキとか食べたかったな。なんか汁ばっかりで逆に気持ち悪くなってしまいました。どうしよう、普通のご飯の方が良かったな。なんか汁ばっかり全部、なんか普通のご飯で食べたいな。なんかお腹空いてんのにさ、辛いな、こんなドロドロのご飯ばっかり食べるの。初めて残してしまいました。おかゆ美味しくなかった。ちょっとなんか期待してたんだけど、なんか今看護師さんが私の父をちょっと押してみたら父は出たそうです。ちょっと出たんで、9時からまた搾乳をするそうなんですけど、痛いよ、怖いよ。でも、母親の免疫が、私免疫力めっちゃ強いんで、私の父を飲んだらあいつもきっと、すごい免疫力がつくと思うんで頑張りたいと思います。なんかミルトンのセットが置いてある。ミルトン、